J1 アルビ大新年会スペシャル。皆さん、明けましておめでとうございます。UX アナウンサー岡拓也です。大西遥です。最高の年明けですね。はい、もう今からワクワクしております、はい、そうですよね。早速紹介しましょう、大西さん。はい、はい、悲願の J2 リーグ優勝、そして J1 昇格を決めましたアルビレックス新潟から5人の選手にお越しいただきました。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新年のおめでたい日に来てくれたのは、アルビを昇格に導いたこの5人の選手たち。2022年シーズンのあんなことやこんなこと、そして選手たちの素顔までたっぷり聞いちゃいます。堀米選手、ゆっくりされてますか？少しは。そうですね、はい、もう一通りゆっくりしたので、すで、に気持ちは切り替わってるかなと思います。小見選手もだいぶゆっくりされた顔なさってますけども。そうですね、まあ、僕は基本的に顔的にはゆっくりしてる。髪も伸びましたね。そうですね、はい、ちょっと今新潟寒いんで、ちょっと冬毛で過ごしております。今日はリーグ優勝のね、シャーレお持ちいただきました。輝いてますね。ピカピカですよね。はい、掲げた時っていうのはどんな心境だったんですか？やっぱり今までの苦労が全て、うん、吹き飛ぶような、はい、もう頭真っ白になりましたね。嬉しすぎて、はいはい、もうただただ叫んでました。目標も達成できましたし、はい、声出し応援があったからだと思います。そうですよね、はい、本当にいい雰囲気でしたよね。そうですね、はい、まあ、シーズンの頭から本当に目の前の1試合1試合を大切にしてやっていこうって言ってましたし、監督も目の前の敵が最強の敵だっていうふうに言って、本当に一戦一戦みんなでこう大事に戦ってきたのが最後の結果につながったかなと思います。自分は楽しくサッカーできました、はい、もう副キャプテンから剥奪されたんで、気楽にプレーできました。剥奪なんですか？いや、剥奪というより、まあ、ユーズと2人とも2人が副キャプテンだったんで、はい、そこからやっぱ1人に絞ろうと思った時に選べなかったんで、うんうん、早川選手に、はい、2人まとめて剥奪しました。それマイケル選手、その時どんな気持ちだったんですか？もう本当にショックでした。その副キャプテンの時、はい、エンジンの声かけないといけないんですよ、ゴメズがいない時、はいはい、それがすごい嫌で。みんなの前喋るのあんま好きじゃないんで、はい、それが本当に嫌で、その前の夜からもう何喋ろうかな、何喋ろうかなという。結構長い時間考えてる。そうですね、はい、その試合より緊張してました。100点満点中だとまあ45点くらいです。45点、はい、厳しい。まあ、チャンスが本当にたくさんあった中で、その中でこの数字っていうのは、全く足りていないっていうふうに感じてますね。65って言えなかった。サッカーダイジェストの評価でも C ランクでした。気にしてるんだ、そんなの。俺も気に入ってる。 B です。俺は A です。よし君も A、マイゲルさんも A。 おし、まあ、ベッツイレブンですか。そこは気にしてた。ちょっと C ですね。それに影響されたところあります。早くも本音が飛び出し始めたところで、この後は選手たちが選ぶ昨シーズンのベストシーン。俺のベストシーン。ベストシーン、これは聞きたいですよね。はい、2022年シーズン本当にいいプレーたくさんありましたから、ゴールシーンだけでも73あるわけですから、ね、それ以外にもね、名シーンがいっぱいありました。そうですよね。堀米キャプテンから教えてください。はい、僕はもう一つしかないですね。ゴールが1点しかなかったので、はい、それをもうお出しします。はい、堀米キャプテンが選んだベストシーンは8月6日のホーム徳島戦。いやー、こんなの練習でも決めたことないですから、なんか不思議な力が働いたのかなと思いますね。とにかく点取らないとっていう思いで、前の方にいましたけど、その2失点目が僕のサイドからクロスを上げられて失点したので、はい、なんとか取り返さなきゃいけないなっていう思いで突っ込みました。ちなみにあれですよね、この試合前にJリーグ通算250試合のセレモニーがあって、奥様とお子さんとこう写真を撮ってちょっとパワーもらってたんじゃないですか、実は。あ、そうですね、やっぱり家族が、はい、近くにいてくれると
またいい気持ちでピッチに入れましたね。島田選手ずっとニヤニヤされてました。毎試合セレモニーやってくださいすごい、あの言われて思い出したかのように今言ってたんで確かにいたなと思ってね、うん、そんなシーンも素敵だなというふうに思いました。続いては若きゴールハンター小見選手、サッカー人生に刻まれる思い出のシーンを選んでくれました。僕のベストシーンは、ホーム横浜 FC 戦のプロ初ゴールのシーンです。ました、まあ、やっぱりプロ初ゴールっていうことですごく嬉しかったですし、まあ、あとはこの連動したパスワークっていうのは、まあ、やっぱり今シーズンのアルビを象徴するようなゴールシーンだったと思うので、このシーンを選びました、ね、若手が爆発するっていうのはやっぱりこうベテランの選手たちからしてもかなりこう力をもらったんじゃないですか。そうですね、見ていて楽しかったですし、本当にみんなが元気にプレーしているのでこっちまで元気になるようなプレーが多いですね。やっぱり千葉戦の、続いては島田選手、はい、7月のホーム千葉戦で左足を振り抜いた自身のフリーキックをセレクト。まあ、角度的に自分がこう直接入るようなシュートを誰かが触ってもいいかなっていう気持ちで打ったら想像以上にいいボールがいきました。このフリーキック点数つけるならいくつですか。これ100点ですね。おフリーキック普段からこう練習されたりとか得意意識があったりっていうのは。いや全くしてない。してミスるんだから俺が言うとこ、俺が言うとこしてないです全然。あ、そうなんですか。あんま直接得意じゃないですよ本当に、でもちょっと角度があると、はい、まあ、外してもいいかなと思って結構思い切って蹴れるっていうのは。今のシーン、フリーキックのシーン、マイケル選手絶妙に避けてましたよね。あ、俺基本俺のゴールです、ほぼほぼほぼ俺のゴールですよ。めっちゃ喜んでたけど。続いては昨シーズンチームトップタイの9得点を挙げたミッドフィルダーの高木義明選手。なんかちょっとミス、僕は長崎戦の、はい、ホーム長崎戦のゴールです。先制されて同点に追いついて逆転ゴールだったので、はい、チームとしても大事なゴールだったと思いますし、この時期あまり勝てていなかったので、うん、そこで大事な5連戦の1試合目で負けられないっていう気持ちと、去年は自分の中でチームが苦しい時に大事なゴールを取るっていうのが目標だったので、それができたシーズンだったかなと思います。マイケル選手が選んだのは自身のプレーではなく、新潟を感動の渦に巻き込んだこちらのシーン。ホーム戦の、仙台戦のその試合終わった瞬間です。最高のシーンでしたよね。自分は特別だったんですよね、はい、自分の親が、オーストラリアから見に来てくれて、なかなかこういう瞬間一緒に味わえないと思ってて、本当にその親孝行できて本当に良かったです。まあ、でこの他の選手の顔をやっぱ見る瞬間も最高でした。こう力さんも今年もう毎試合もこういう雰囲気味わいたいですね。はい、小見選手どうでした。いや違いましたね、やっぱり、はい、独特の緊張感もあった中で、まあ昇格が決まった瞬間っていうのは本当これまでに感じたことのない、はい、なんていうんですかね、そのスタジアム全体の高揚感っていうか興奮っていうのは伝わってきました。すごかったですよね。浸っちゃいました。そうですね、何回見てもいいですね、やっぱりね。この後は今だから教えたい昨シーズンの裏話。島田選手がチームメイトとまさかの大喧嘩。まだ終わってない。